すげえ、めっちゃ綺麗ですね。すげえ綺麗だよ。エレベーターに絵が描いてある。すげえ、めっちゃ綺麗。ほれ、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 ほれ。こんな感じで、203、ここや。はーいっつって誰かいたら、すごいね。いない。おお、噂の、これ僕知識つけたから、自動精査機があるところはラブホテルだから。はい。おお、なんか見て見て。めっちゃ入り口からしてこんな綺麗な感じ。なんだこれ。めっちゃ、いいっすね。おお、あ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 、いいじゃん。すごい。これめっちゃくつろげるやつやん。こんな感じですよ、皆さん。電子レンジもあるし、持ち込み自由、OK。って感じだね。いいじゃん。マッサージチェアもある。ほら。これはいいね。楽ですね。OK、よし。おっしゃ、軽くなった。あ、これでいいじゃん、これでいいじゃん。いや、この感じですよ。あ、一人なんでね。どちらかって暗いとうつ病になっちゃうから。暗いとうつ病になっちゃうから、俺。ああ、すごいいいじゃん。こんな感じの明るさですよ。ああね。こんな感じで今日一日過ごしたいと思います。はい。あと、あれだね。いつもの僕の好きなお風呂場バージョン。さあ、どんなもんじゃい？おおお、ここめっちゃ広い。ここめっちゃ広い。あ、見て見て。ちっちゃな露天風呂になってる、ほら。外が見える。ちっちゃな露天風呂クラスです。っていうか、すげえ広い。ここは広いね。ここ、もう、すごい綺麗。シャンプーとかあるね。めっちゃ綺麗じゃん、これ。お風呂は普通なのかもしれないけど、あ、でもすっごい広い。え、これやっぱまあね、お風呂が広いって最高だよね、うん、ほらこんな感じで風呂めっちゃ広いから、まあいい、最高です、ナイス、グッドです。これまあ YouTube だからいっか。こういうのがあって、なんかいろいろあるらしいよ。これちょっと見てみると、あ、なんかいろんなのが見れるわけですよ。何、どうやってやんの。ああ、こういうのね。みんな見たい、これ。R18 とかね。映画も見れんだ。洋楽、洋楽ちょっと押してみる。洋画だね。うん、こういう感じでね、皆さん。見れるらしいですから。とか？これ、どうやって止めるんだ？これ、VOD ってボタンを押してみようかな。ストップしよう。これ、いっちゃう。18禁。これね、はいかいいえ。みんな、これ、僕のチャンネル、ほとんど 100% 男の人だからね。いっちゃう？いっちゃうか？いっちゃっていいんか？えい！一人でこんなにやって、おっと、いろいろ出てきました。すごいです。熟女人妻とか。おっと、皆さん、これ再生はできないけど、これ。あー、こういうのあるな。いや、これ一人で楽しんじゃうな、今日、夜。アニメまであるよ、ほら。アニメ。アニメとかどうなの？アニメとかで、こんなん、まあ見る人いるか。いろんな人いるもんな。なるほどね。洋物です、洋物。洋物とかあんの？すごいね。この人、完全ボディービルダーじゃん。これ、ちょっと見てみよっか。いいかな。え？これ？見てみようかな。すごいじゃん。ちょっとどんな感じなの？おお、なんか入り、なになにこれ。え、向こうのやつってなんかすごいね。もう完全になんかほら、日本と違って映画みたいになってる、最初。おぉ、シャ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 。すごいやん。すごいやつやん。スーサイドスクエア。おっと。お？
これなんかこういうなんか映像見たことあんな。なになに、こいつはなんなの。お家が一応、今はそう、もう特にそう。もう行くじゃん。みたいな感じでこう楽しめますね。まあなんかあんまりいつもこうってテレビとかなんかこう VOD ってやつは見ないのでなんかよくわかんなかったけど、なんかいろんな面白いものがいっぱいありますね。まあホテルってたまにこうやってね使うといいかもしれない。であとここのグループのやつ、そういえば調べたのがもう一個あったのが、まあラブホテル登録してあるところは、まあでもラブホテル登録してあるところでも平気なのかなとか、あと旅館業の登録してるホテル、例えばこの前一番最初に行った122号のところなんて、あそこラブホテルじゃないわけよ。だから家族でも別に泊まれるらしいし、それこそ女の子だけ女子会とかなんかそういうのでたくさん使えるらしいんで、もうぜひぜひそんな感じで使ってもらってもいいと思うんで、まあなんかこの機会にね、なんかちょっとラブホすごい詳しくなってきてるからね、ラブホっていうかホテルね、詳しくなってきてるんで、いろいろ紹介したいと思います。はい。そんなわけでですね、今日もこの後、ちょっと僕一人でお楽しみしたいと思うので、はい。こんな感じで、皆さんぜひ、このコロナをね、どうにか楽しく乗り越えるしかないと思うので、いつも暗いことばっかりしてたら、絶対ね、暗くなっちゃうし、とにかく楽しむっていうことが大事だから、頑張って楽しんでいきましょうよ。ね。というわけで、またご紹介しますね。はい、ありがとうございました。